戦争は1年や2年じゃ終わらんから、貴様はまともの体になってもう一度出直してこい。もう頭からもう出ないし、もうね、頭真っ白になりましたね。どうしていいかね。せっかく志願して燃えてね、ここまで来た。ぜひ特攻隊に乗ってね、特攻機に乗ってね、お国のために尽くしたい。燃えてましたからね。それをね、5人なのに私だけ手術してもう一度出らしてこい。もうこの気持ちはね、ああよかったじゃないですよ。もうさっきから何回も言うけど、完全にもう洗脳されてたからね。お国のために死ぬことが名誉なの。戦死すればね、誉れの家っていうね、表札までお国がくれる。生きて帰ってくれば肩まで狭い。そういう時代だったんですからね。そこでね、みんなに怒られてね、せっかく特攻隊志願して学校まで入ったのに、何度干ばつされては我故郷にまみえんじゃないけども、どんな面をしてね、指導会帰れるか、もう呆然としましたね。しかしまあどうしようもない、病気でしょう。それが今日生きてるね、ことになった。帰りのね、今みたいな新幹線ないしよ、各駅停車の国鉄の電車に乗って上野で乗り換えて静岡まで、もう涙が止まらなかった。で静岡についてうち帰った。当然今みたいに携帯も何にもない、連絡も取れない。突然うち帰った。なんだお前は、いきなりかけられたことが、なんだお前はですよ。親だってもね、世間に対してね、近所に対して顔向けができない、そういう時代ですよ。よく帰ってくれたんだじゃないですよ。それで話をしていて、ようやく両親も納得してくれて、それからもう早速市内の富永外科病院というね、今でも富永さんの 病院がそこへ入って手術をする。今みたいに技術がね、技術医学が進んじゃうね。というのはこの辺をちょこちょこっと注射してね、ここからね、上向いてる、神経発見してるね、これゴリ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 と打てますんですよね。おそらくね、残りみたいなんでね、肋骨を切ってるんですよね。最初こう切った時にね、血が後ろにスーッと背中にね流れたのを覚えてます。そのうちに開いてね、今度はゴリゴリゴリ、そのゴリゴリが終わったらね、まあ、ペンチみたいなもんだね、骨をこう挟んでね、折ろうとしてんだね。うんうん、医者の顔がここにいる。まあね、今のは看護師さんがこうやって汗やってくれる、そのお医者さんの足がポタンポタンと切ったね、なんて思って、そのうちポキンと、ああ取れた、ベンチみたいな挟んで見せてくれた。肋骨で平べったよね。記念にね、私70年前のどこか引き出し探しは今でもあるけど、そのおかげでもって今日生きてるんですよ、ね。だから人間何がね、災害するか分かんない。どんなにね、辛いことが起きても、どんなにね、嫌なことにあっても、それにね、打ち従えてはいけないと。これがね、その、どんなにいい運命を導いてくれるかわからないということでしたね。まあ、それからね、また手術に治って、熊谷の学校へ帰ろうと思ってた。そうしたところがね、今度は普通のね、召集令状が来て、赤紙ってやつ。おかしいな、私はまだね、陸軍飛行学校に席があるはずだと。手術するために帰ってきたんだよ。そうしたところはね、普通のね、召集令状が来た。後で調べたところが、陸軍飛行学校はね、もう私をね、手術出直せって言ったのに、もう除名されてましたよ。だから今度は普通の召集令状が来た。ね。俺はもう今さらしょうがないからね、今度は星一つでもって静岡県の三島という駅がある。三島城ロシワノーエーというね、あの三島ですよ。あの三島の駅前に陸軍重砲連隊、野戦重砲連隊というね、そこへ入ることになって、でそこへ入ったわけですよね。星一つ、当然私はもうすぐに幹部候補生のね、あの願書を出して幹部候補生の将校を目指そうと。だけどまあ星一つだからね、後ろの重砲連隊入っても、もうこれは
まさに当時の軍隊のね地獄度を味わってきましたよ。もう口応えができない、返事が悪いって言って引っ叩かれ、なんか反発したって引っ叩かれ、そういう地獄をね味わってた。諸年兵だから、ある時ね演習が終わってみんなが帰ってくる前に班内の兵隊さんの食事の当番、ご飯を並べてお汁を並べて、まあ一つの班がね12、13名だったかね、その食事と、で私たくあんをこうね配ってた、3つずつ配ったらねたくあんが足りなくなっちゃった。その班にはね星一つの新兵さんね、果たしですよ、もういるし、3、4人は必ず召集できたね30、40のねおじさんちもいたわけですよ、上等兵とか兵長とかね、その連中はね初年兵に意地悪するわけですよ。それである時に演習から帰ってきた、みんな座った、そしたら今日の食事当番前だろ、私はいって立ってこっち来いって、あの人はね上等兵、星が3つだったね、歯を食いしばれ、上等兵、自分の履いてるスリッパ、革のスリッパ、昔の軍隊の革のスリッパにしたら鉄の病が起きたんですよ。それでねいきなりねほっぺたねペーンペーンペーン、目から火花が出るっていうのは本当に出るね、あれもう一月くらいこうねあざんできちゃってね、本当にこの野郎ね私ね将校になってね重衛生ぶたくりぶち込んでやろうと思ったね、悔しくて。第一なんで引っ叩かれたか分かんないですよ、いきなりね歯を食いしばれた。原因は何でもたくあんを3つずつ配ったらは足りない、2つずつ配ると余る、新兵さんはたくあんの尻尾もね余計食べたい、お腹すかして、だから新兵さんはねたくあん3つ続けた、古いやつらはみんなね要領よくやってるから古い兵隊だけ3つつけ、2つつけた、そしたら艦長がちょうどよかった、残ったやつは1つ食べちゃった。そしたらねご飯の盛り方、おつゆの盛り方、そこでもってねたくあんはね先輩に対して2つ、新兵が3つは何だって、ただそれだけのことでもってなんて言われた、これが軍隊ですよ、またいい方ですよこんなのね、大石の谷渡りとかねいろいろと罰があった、そんな話をしていると、まあ、時間がなくなっちゃうからね、またこの次行ってたらこの次の機会にしたいと思う、まあ、そこでもってある日初めて両親に手紙を出していいという、昔のハガキっていうのはね知ってる人がこんな小さかったです。そこへねペンでもってねもう細かい字でもってびっしり書いた、初めてうちへ手紙を出す許可、から1週間か10日経ってからかね、みんな検閲されるからね、手紙を朝礼の時に招待状が出た、貴様らにうちへ手紙を出したところがくだらんことばっか書いておる、この中で読んで聞かせる手紙あるよ、聞け、私は一番前のところに聞いてる、私招待状がねはがき起こってる、聞いてたらなんか聞いたような文章だなと思って、私のハガキを読んでるんですよ、ね、なんて書いたと思います、私もさっき言ったように寺に生まれ寺に育ってるからね、やはり信仰心っていうのはねやっぱりもう子供の頃からなんとなくねその身についてますよ、仏様神様のねご加護とかね、やっぱそういったその雰囲気の中に生活してたから、ありのまま書いてるんですよ、父上母上お元気ですか、自分もおかげさまで何一つ言うともなく毎日軍隊生活を楽しく送らせてもらってます、楽しくもなかったけどもね無理して楽しく、たとえ、まあ、途中略します、たとえ身は戦場に赴いても
神仏がもし自分の存在を今の日本の国に必要であるとおぼしめすならば、弾はそれていくであろう、何とぞご心配なく、うまいこと書いたですよ、ね、自分が戦場へ赴いても、もし自分がもし日本の国に伊藤お前は必要だと神様お父さんがねお考えになるならば、戦場に赴いて弾はそれていくだろう、そういうこと書いた。